コス河川、あるいは湘南ライン、湘南新宿ラインですね。でこれは雪ヶ谷大塚という駅でございます。そこから帰ったんですね。目黒区と大田区を、まあちょっとね、昔編集したものの上からですね、声をね当てているので、ちょっと声と声がぶつかって聞こえにくい場面もあるかもしれませんが、よりよくね、分かりやすくね、説明して編集を待ってください。やり直したという、そういうつもりでございます。ここから先はね、大したことがないので、もう見なくても大丈夫でございます。大陸アートの続きでございます。今回もね、鉄道路線が発達して中腹する船の航路は廃止されていきます。そして交通の要所となるところにはですね、人口が集まって大きな町になって、さらにどんどんと行動範囲が広がって、新しい町も出来上がって、人々はね、交通を使って旅をするという楽しみを得ていくのでありました。また次回に続きます。それでは今回も自己紹介がてらブログを紹介いたしましょう。興味の湧いた人はぜひ検索して確認してみてください。相変わらず内容は変なんですよね。ここに写っているのが僕なんですよ。まあ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 、興味のある人だけ見てくださいね。こんな感じですね。今日もこの動画を見ていただいてどうもありがとうございます。登録の方よろしくお願いいたします。紹介いたしましょう。のど字を描きながら旅をしておりましてですね、中心にあるこの世田谷区からスタートしてですね、2番目の高津区、宮前区、多摩区などを経てですね、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、渋谷区、目黒区、そして大田区、ここまでが第一のど字でございますね。で、2周目として、まあ、今回の動画はですね、この大田区からスタートするんですけども、2周目のですね、中原区、幸区、江北区、鈴木区ね、鈴木区ですかね、そして大田区などを経る旅ということになっております。ですね、まあ旅はですね、野々地自転車全国市区町村の旅ということになっております。旅の6日目でございますね。2011年の12月31日大晦日の旅でございます。第1野々地ラインね、から第2野々地ラインに至る旅ということで、第1都道府県というのは東京、あとはずっと神奈川県を今回旅するということになります。東京と神奈川県ですね。で、大田区がスタートして、中原区、幸区、江北区、そしてつづき区ね、そして
って、青葉区を旅をします、全部12月31日なんですけども、一番最初の大田区だけは前回の旅もしていますね。そういう感じでございます。で、今回の旅を含めた集計なんですけどもね、のどちカウンター、まあ旅は6日目、12月31日でございます。都道府県数は今まで2つでございますね。で、市区町村数でいうと18になります。まあ東京都はこんな感じで旅をしております。そして神奈川県もこんな感じでね、東京都は10個、神奈川県は8個旅しておるということでございます。はい、今回も僕の動画を見ていただいてありがとうございます。前回の訂正をいたします。で、今回の動画なんですけども、2011年12月31日大晦日に旅をした記録でございます。主に神奈川県の川崎市、横浜市などを自転車で通った記録でございます。中原区から南の方に住んでいて幸い区、そして横浜市に入っていく工程でございます。これはね、東京都のね、大田区の駅から出発いたしました。多摩川を越えて神奈川県に入るところでございます。ですね、昔作った動画の上からですね、新しくアフレコを入れていきたいと思いますが、昔の僕の声と今の僕の声がぶつかってね、聞きづらくなるかもしれませんが、なるべくね、もっと詳しくね、分かるように、アフレコをね、新しく付け加えていこうかなと思っております。でもね、これはですね、多摩川をですね、丸子橋